厚み、小才王、または、厚み小才王とは、平安時代末から鎌倉時代にかけて存在した、厚み用と中世、小才王を、講義で、同一の鎌跡群としてみなす概念。主に考古学上の用語として使われている。厚み用厚み用小才王小才王古代終わりの、海有陶器用である、さなげ用が、山茶碗生産用へと移行しつつ拡散、難化したことで、 12世紀初頭に厚見半島で釜場が開かれ、厚見用が成立する。同じ時期に5世紀末から8世紀にかけて杖駅の一大産地であったものの9世紀以降衰退、沈黙していた古斎用でも陶器生産が再開された。漁用は地域的に隔たりがあり、通常別々の釜跡群として扱われるが、その出現時期や釜対抗作り、生産品目、 技術などに類似点が多く、共通の基盤のもとに成立したと考えられている。また、それぞれの製品の態度は、同じ天白原大地の粘土が使用されている。したがって、両者の製品は、外見や態度が酷似しており、関東、東北地方などの遠隔消費地の遺跡では、多くが破片となって出土することもあり、視覚的な判別が困難で、科学的な方法でも、 どちらの釜の製品か識別することは難しいとされる。このため遺跡から等辺が出土し厚みさんとした場合でも、古才さんが含まれている可能性があり、一括して、厚み用さとするか、厚み、古才用さと称することが通例になったとされる。したがって、厚み、古才用という用語は、釜場そのものを示す言葉というよりも、遠隔地の遺跡において、 意味を持つ概念とも言える。ありがとうございます。